はい、どうもこんにちは。でちょっと今日のエイジング塗装はちょっとこれをやってみようかなと思うんですけども、よくまあ、 欲しい商品でも色がこれしかなかったっていうのはあると思うんですよ。まあ、その時に色を塗れたらっていうのが一番の目的なんですね。で今回ちょっとこの赤色、これ照明のシェードなんですけど、これ赤でもおしゃれだと思うんですが、ちょっとやっぱ私的にはちょっと色を変えて、もうちょっとシャビーな感じのジャンク風な色に変えたいと思います。そうしましたらまたちょっとヤスリをかけます。特にこれちょっと結構ツルツルしてるので傷をつける感じでヤスリをつけていくといい感じになります。はい、プライマー乾きました。というかヒートガンで乾かしてきてしまいましたが、でこの次にまた前回も言いましたが、直接塗ってもいいんですけど、なんか塗りムラとかでちょっとなんか気になる方はこのラッカースプレーを下地に黒塗ってみてください。でちょっとここで塗るとまた飛び散ってしまいますので、ちょっと周りに被害がないところに行って塗ってみます。で塗って乾かす、でそこからエイジングペイントをしますので、よろしくお願いします。はい、先ほどのスプレーで塗ってきました。黒になんかやっぱ前回見たんですけど、なんか黒に塗るだけでなんかすごいおしゃれですね。さっきとはまた全然違います。こんな感じで差が出ます。下地の黒を塗って、黒でよければこれだけでも全然いいのですが、私はちょっと黒だけはあまり好きではないので、今日はシルバーに塗っていこうと思います。じゃあちょっと今からちょっとシルバーに塗っていきます。こんな色手についちゃいました。見えますか、こんなシルバーです。シルバー結構いい色ですよこれ。叩くっていうことが大事ですね。乗せていく色を。シルバーに塗りました。ここね、すごい全然最初赤だったんですけど、全然シルバーになったことによって、ちょっとこのメタリックな感じ、ちょっとおしゃれな感じになったんですけど、なんかこれじゃまだ全然なんか冷たい感じ、なんか私はあまり好きな感じじゃないので、ちょっとここからアレンジを入れていきます。そしたらまずちょっと前回使わなかったんですけど、ちょっと黒を使ってちょっと汚れを出していきます。ちょっとこの汚れを出すときにちょっと使うのが、黒のインクと、こちら、これも100均で買ったただの水が入っているシュッシュッシュです。ちょっと塗りすぎてしまう可能性があるので、これが結構たまに使えますので、ぜひ、一応買ってみてください。黒ほんの少しなので、こっちから取るよりも、こっちから取った方が安全です。こういうの、ほんのちょっと、ちょっとなんか汚れてる感じで、スッ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 ってやって、こ
こう伸ばす感じですか。どうやってが大丈夫かな。すごいあのスプレー使わなくてもちょっと汚してあげましょう。気持ち程度ですね、まあ、いわゆる自己満です。まっさらじゃ嫌だなっていう感じなんで汚す感じでやってみます。若干こう、まあ、どうか分かりづらいですけど、まあ黒を入れて若干ちょっとさっきよりはあの新品じゃなくてちょっと黒ずんだ感じにちょっとやってみました。そしたらここからあの作業行きましょう。まずこちらの前回と同じこちらの色をないんで全然気にせずやっていくと面白いと思います。とにかくなんか自分的にはこうツルツルピカピカは嫌いなので、ちょっとやっぱりしようかなった方が絶対に。そしたらじゃあちょっと次のサビの色をいってみましょうか。まあ、前回同様にこちらの色を使ってみます。結構あやっぱ明るい色に激しくI'm gonna go to the next one.
こういうのやってみたくてもなかなかね、なんかやり方わからないっていう方は、ぜひね、お店に来てもらっていいのと、あとね、家のこれやってくださいっていうのは、まあ、ちょっと有料になりますが、勉強やってます。ぜひ、お店には来れないんですけどっていう方は送っていただくっていう手もありまして、家にある商品を送って、また塗料を塗って、お返しするっていう手段もありますので、ぜひ。やっぱり1個をこうやってもらった見本があると、自分で次やれるかなと思います。こんな感じで出来上がりました。どうですか、見えますか、上の部分。こんな感じでどうですか、何年ぐらい使ってるの見えますか。これがアンティークに見アンティークだっていう人もいるとは思いますけど、でもこれはアンティークではあります。アンティーク塗装をしているエイジング塗装をしているものなので、例えばこれが2万円で売ってたとしても、もしかして買ってしまう方もいるかもしれないっていうレベルですね。じゃあちょっと一旦これを切って、段ボールの上にこっちの落とし穴に、もともとあった赤がこちらです。こちら全然印象変わりますよね。ツルツルのピカピカの肌に対して、もう一回シルバーを入れた後にサビ塗装をしてちょっと汚したって感じですね。これが上に吊り下がったかっこいいですね。この照明、ここに照明のシェード入れ、あれランプ入れて吊るすって感じで、また吊るした画像をね、またアップしますので、ぜひ。まあ今回こんな感じでこちらをやりましたので、またちょっと私大好きなんで、このエイジング塗装またどんどんアップしていきますので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。